デビッド・アーズマ、デビッド・アラン・アーズマ、デビッド・アラン・アーズマ、1981年12月27日体は、アメリカ合衆国コロラド州デンバー出身の元プロ、野球選手、投手、右投げ右打ち。卒業。卒業度は、ペンシルベニア州立大学に進学したが、2、テキサス州ヒューストンにある、ライス大学へ転校した。 同大ではクローザーとして活躍し、2002から2003シーズンには、同大学のセーブ数のシーズン記録と通算記録を塗り替えた。また、のカレッジワールドシリーズでは、打者16人中15人を抑えるなど、2勝1、セーブを挙げ、チームの初の全国優勝に貢献した。2003年の MLB ドラフト1巡目。 全体22位でサンフランシスコジャイアンツから指名され、プロ入り。この年は、参加の A プラス9で18試合に登板し、防御率1.96という成績だった。4月6日、ミニッツメイドパークで行われた開幕2戦目のヒューストンアストロズ戦で A 級及びトリプル A 級を経験することなく、メジャーデビューを果たした。6回裏から3番手として登板し、 二回を三安打、一死球ながらも無失点に抑え、家族や友人の前でメジャー初登板初勝利を挙げた。だが、シーズン最初の六登板こそ、自責点1、防御率1.80で乗り越えたものの、その後の5試合中4試合で失点するなど打ち込まれ、トータルでは11試合で防御率6.75と、結果を残すことはできなかった。はええ級。 ノーウィッチナビゲーターズで開幕を迎えた。2005年5月28日に、ラトロイ・ホーキンスとのトレードで、ジェローム・ウィリアムズと共にシカゴ・カブスへ移籍した。マイナーでは11試合の先発を含む42試合に登板したが、メジャーに昇格することはできなかった。引き続きカブスに在籍していたは、メジャーで45試合に登板した。 このうち負けている場面での登板が32試合と、重要な場面はそれほど任されなかったが、9月に12回連続、無失点の高騰を見せるなど、8月以降は25試合で、防御率3.21の数字を残した。また、左打者を左率、190、63打数12安打に封じ込めた。シーズン後の10月16日。 ニールコッツとのトレードで、シカゴホワイトソックスへ移籍。前年終盤の高騰もあって、は開幕ロースター入りを果たした。その期待に応え、開幕戦でこそいきなり1点を失うものの、最初の15投板では22回を投げ、防御率1.64という高騰を見せた。ところが5月19日のカブス戦でアウトを1つしか、取れずに5点を失うと、翌日のカブス戦でも1回で4点を失い、 さらに6月2日のトロントブルージェイズ戦でも1回後、失点と、急に制裁を欠くようになった。この後一旦マイナーへ降格し、6月19日にメジャー復帰を果たすも、7月4日のボルチモアオリオールズ戦で3失点、自責点にしたのを最後に、再び降格し、マイナーでシーズンを終えることとなった。この年はマイナーでも、自己最悪の防御率に終わるなど、 終わってみれば、飛躍のシーズンとはならなかった。1月28日にトレードで、ボストンレッドソックスへ移籍。この年は7月終了時点で38試合に投げ、防御率2.75、被打率20、207、39.1回で41、脱三振など、のきなみ優秀な数字を残していたが、それ以降は、前年同様息切れし、8月以降は9試合で、 防御率17.36、左率465という別人のような不振に陥った。結局シーズンでは防御率5.55に終わる。1月15日、レッドソックスがマーク、コッチェイと再契約したのを受け、1月20日にトレードでシアトルマリナーズへと移る。ブランドン・モローと交互にクローザーとして起用され、4月10日にキャリア初セーブをマークした。 その後、モロウの不調と先発転向により、イクローザーとなり、自己最多の73試合に登板。予視休率こそ4.29と請球力は改善されなかったものの、シーズン通して防御率2点台以下をキープ。リーグ4位となる38セーブをマークし、ホイップも1.16を記録した。もう開幕からクローザーを務めた。最初の6登板は無失点で抑え、 6セーブを稼いだものの、武器である速球のキレがあまり良くなく、前半戦終了時点で2点以上失った試合が6試合に、上り、防御率も5.40にとどまる。しかし後半戦は復調し、22試合を防御率0.84に抑え、左つも、121と、ほぼ火の打ちどころのないピッチングを披露。シーズンでは31セーブをマークし、 アメリカンリーグの7位にランクインした。は、1月に左足の手術、7月にはトミー・ジョン手術を受けるなど故障に見舞われ、4月にマイナーリーグで5試合に登板したのみに終わった。10月31日に FA となった。2月22日、ニューヨーク・ヤンキースと1年総額50万ドルで契約した。6月にマイナーリーグで、 トミー・ジョン手術後の初登板を記録すると、9月27日のトロントブルージェイズ戦で、約2年ぶり取る MLB 復帰を果たした。この年は、この1試合登板に終わった。3月29日にリーフとなり、その後放出された。2013年4月13日に、マイアミ・マーリンズとマイナー契約を結んだ。参カの AAA 級ニューオーリンズ・ゼイファーズでは10試合。 防御率2.57と一定の数字を残していたものの5月15日に放出されたその後 NPB の阪神タイガースが獲得に名乗り出したがアーズマ本人が日本への移籍を望んでいなかったため阪神への入団は実現しなかった2013年5月20日にニューヨークメッツとマイナー契約を結んだ参加のプル a 級ラスベガスフィフティワンズでは主に9回の マウンドを任され、8試合11奪三振、防御率1.133セーブと実力を発揮した。6月8日にメジャーに昇格。6月は10試合に登板し、防御率1.80、被打率17、171と、マイナーでの好調を維持する回答を見せた。しかし、6月には一つだけだった支給を7月だけで7個、与えるなど徐々に、調子は下降し、 防御率も7月に3点台、8月に4点台となる。9月にはビファインドでの場面の当板が増えるなど、かつてのようにクローザーとして活躍することはできなかった。シーズンでは43試合、防御率4.31という成績で、3年ぶりにメジャーでの40試合以上の当板を果たした。シーズン終了後の10月31日に FA となった。 1>, 1月23日にクリーブランド・インディアンスとマイナー契約を結んだが3月21日に放出された5日後の26日にセントルイス・カージナルスとマイナー契約を結び開幕から参加のトリプル A 級メンフィス・レッドバーズでマウンドに立った16試合連続無失点を記録するなどシーズンでは35試合38奪三振 防御率1.46と力を発揮したが、この年はメジャーで登板することはなかった。シーズン終了後の11月4日に FA となった。2月15日にロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結んだ。開幕後は、参下の AAA 級オクラホマシティドジャースでプレーしていたが、6月4日に自ら選んで契約を途中で放棄するオプトアウを行使して、 自由契約となった。6月6日にアトランタ・ブレーブスとマイナー契約を結んだ。9日にメジャー契約を結んでアクティブ・ロースター入りした。8月24日にリーフとなり、9月1日に自由契約となった。2月5日にブルージーズとマイナー契約を結んだ。開幕から参加のトリプル A 級バッファロー・バイソンズでプレーしていたが、5月24日に オプトアウトを行使して自由契約となった。4月5日に独立リーグアトランティックリーグのロングアイランドダックスと契約。23試合に登板して1勝2敗9セーブ、防御率2.0131奪三振の成績を残した。2月5日に引退を表明した。今後はブルージェイズのフロント育成部門に入りする。楽しくご覧になりましたら。 購読と良いです。クリックしてください。